皆さんこんにちは。今回は第2回目ということで、僕健三と MC 水木、編集リノさんで、リノさんの3人でクラルスリー始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。あ、なんかちょっと抑え気味で喋り始めたらいいね。しかもちょっと噛んだね。さあ、ということで今回2回目なんだけど、はい、初めて3人でラジオ収録だね。ですね。初めてですね。うん、俺すげえ個人的なんだけど、うん、1対1のラリーっていうのはさ、なんかこうやっぱそのラリーの域を超えないなと思ってて、はい、3人ってめちゃくちゃやりたかったんだよね。うん、いや、ほんとマジ、リノさんありがとう。急にもう感謝伝え始めたじゃん。いや、こんなさ、なんか、よくわからない男2人に付き合って、ラジオ収録してくれてありがとうございます、マジ。それはほんとにそうだね。面白い、それ、確かに。なんかこう、メンバーの中に、リノがいると、まあ、リノもそうです。その新しい第三者がいると違った南部のキャラクターも見えて、うん、個人的にはかなり面白いです。ほら、1回目で話した通りさ、南部なんてありがとうなんて言えるキャラじゃなかったから。そもそもね、ありがとうなんて最近覚えた、ね、20代後半で覚えたんだから。そうだね、ここほんと2年ぐらいで言えるようになったの。そうよかった、すごい。なんかいろんな角度から南部をこう見ることができて。ちなみに、南部はよくラジオ聞くの？聞く側として。ね、ちょっと前に高校生の時の同期がラジオを始めたの。そう、ヴェルディだった時の、同じ学年のやつらが、泥の92年組っていうラジオを始めて、それを聞き始めたのがきっかけで、それから聞くようになった。あ、そうなんだ。うん、それメンバーは？メンバーは2人でやってて、その渋谷亮っていうやつと、相馬まさかってやつ2人でやってるんだけど、で彼らはなんかこう2人でやりながらたまにゲストを招いて3人でやったり4人でやったり、基本3人でやってるんだけど、そうそれは結構面白くて、あ、面白いなと思って聞いてたら、これ俺もやってみたいなっていう風に変わって、まあ、水木に提案して今に至るみたいな感じかな。あ、なるほどね。そのゲストで南部は入らない？一回呼ばれた、呼んでもらった。あ、そうなんだ。どうだったの、手応えは？いや、もうね、自分で聞き直したらね、喋りが下手すぎて全然面白くなかった。面白くなかった。俺のね、彼らじゃないよ。俺の喋りね。何、喋ることを意識し始めたのはじゃあそこからってこと？まあ、それから、それはただ聞いてるだけで、最初は。でやっぱなんかもう年齢的にもさ、やっぱ自分の気持ちとかをうまく表現できるようにならないといけないなって思い始めて、かわいい。でさ、他の人のラジオとか聞いてて、やっぱ話上手い人って魅力的だなって感じ始めたの。わかるよね、わかりますよ、リノさん。それをいうふうに考えると俺何にも魅力ないと思って。ねえ、そんな、それはそんなことはないと思いますけど。それはそんなことない、確かに。確かにそれはそんなことないけど。いやいや、自分で言うな。なんだけど、いや、もっと魅力的な男に磨きをかけるためにはやっぱトーク力必要だなと思ったの。なるほど。まあその第一歩として、ラジオはいいきっかけかなっていうふうに思ったかな。え、でさ、リノはラジオ聞くの？聞きます。どういうの聞くの？でもなんかお笑い芸人のラジオとかが。うわ、一緒。なんだろう、俺合うんじゃない？なんだ、はい、私は空気階段のラジオが好きで。初めて聞いた。そうなんですよ。俺最近アルピー。アルピー面白いらしいですよね。それも初めて聞いたわ。お笑い芸人とか知らないです。違う、南部はテレビで育ってないから。あー、なるほど。そうなんだよね。そう、お笑い系にねはね無縁なんだよね。そう、あのブラウン管がどうとかっていう例えあるけど、南部はそもそもブラウン管すらも見てないから。それはサッカーしてたからってことですか？そうだ、そもそもテレビを見るっていう習慣があんまり子供の頃がなかったかな。全く、もうほんとなんか時代には全然合ってない子供だったよ、南部は。そう、俺の幼少期からの娯楽にテレビとなんかテレビゲームはなかったから。ゲームもなかったから。じゃあ知ってるお笑い芸人とかって誰になるんですか？え、もう王道の
ダウンタウンとか、あ、面白いそれ、うっちゃんなんちゃんとか、うん、あとはかまい最近かまいたちとか、あ、かまいたちはさっき覚えたんだ。まあまあまあ誰もが知ってるような感じの人たちかな。外国の人と喋ってるみたいでしょ。日本のお笑い芸人誰知ってるみたいな。かまいたちみたいな。え、ちなみにその限られたお笑い芸人の中で誰が好きとかはある？大学生の頃は俺東京ゼロさんが好きだった。渋い渋いなんか。それは何、コントを見てたってこと？なんだっけ、エンタの神様。そうそう、エンタの神様。エンタの神様を見てた時に東京ゼロさんが出てて、なんかあのラリーがなんか面白いなっていうので自分のつもりハマったことがあって、それから少しの期間はまあまあ芸人の中では好きだった。まあ好きまではいかないけど面白いなっていうふうには感じたから。ただテレビで東京ゼロさんの芸を見て笑ったことはない、多分。どういうこと？全然意味わかんない。意味わかんない。意味わかんないだろ。多分見てるだから真顔で見てて、あ、面白いなみたいな、めっちゃ上から目線で見てるから。だから笑顔にはなってない。なるほどね。だから今みたいにこう爆笑とかにこやかになるとか、そういうのは一切ないんだ。うわ、怖い。試合見てるみたいな感じと一緒。あ、そう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 、そんな感じ。あ、なるほどね。だから家族とか、だから健三とそういうお笑いだったりとか面白い番組見てても俺が表情に出さないから面白くないって言われる。そりゃそうでしょ。楽しくないのかなって思っちゃうよね。そうそうだよね。中学校でヴェルディ入ったでしょ、うん、そしたらもう俺なんかのレベルじゃないぐらい行ってくるやつ、チーム名同期にいっぱいいたよ。うわすごいなと思ったもん。すごいね。だから最初の入った当初はもうただの練習中ただの言い合いみたいな感じだった。へー。もう全員が自己主張が強いから、うん、もう言い合いで練習止められることも何回もあったし、監督にね、へー、お前らその個人スポーツじゃなくてチームスポーツなんだぞみたいな、そう、お互いがお互い気なしたってどうすんだよみたいなことで練習止められたりもしたし、そのぐらいの個性の集まりだった中学校。これすごい理論に伝えたいの。南部っていうちょっとこうかなりいい、あれはいじめなんですけど、うん、まあこれはもう本当にいじめの定義がどうとかじゃなくて、俺はいじめられたと思ってるからいじめとして捉えてほしいんだけどね、いじめられた俺があれはいじめですと言ってるっていう、それぐらいをしちゃう人がもっといっぱいいたってことだよね。いたいた、もう同期はみんなそんな感じだった。それって南部はキャラクターもちろん変わらずにバトルし合う、まあ言われそうだね、自分の意見は伝えるようにしてたし、まあ言われて入ってなんないように、そうだね、思ったことは伝えてたね。ただその伝え方がこうしてほしいんだけどとかじゃなくて、それぞれがなんかお前こうやれよみたいな、できねえんだよみたいな、出せよみたいな感じで、それぞれがそういう口調だったから多分監督が止めたりしたんだろうね。言うにしろ多分言い方があるだろうとか、お互いを尊重しろみたいなことがあったね。なるほどね。ただ面白いのが、それはもう中学校1年生の時から始まったんだけど、もうそういうのはピッチの中だけで、どんなに喧嘩しようが言い合いになろうが、もうピッチを外離れたらめちゃくちゃ仲良かったのみんな。へえ。だからオンとオフのメリハリがすごかった。すげえ。何それ。それ素晴らしいことだよね。そう、仲いいって言ってもさ、こうずっと群れてる仲いいっていうよりも、ちゃんとお互いにリスペクトがある、あってお互い認め合ってるから、言ってるけど多分お互いに尊重があるわけ、そうだから、ピッチ台のことをピッチ外に持ち込んだりとかはしなかった、だからそれは中学校1年生のまだ12、3歳のガキの頃に、なんかそんな経験をできて、そんな仲間たちと出会えたのはマジで俺は感謝してるけど。だから今でも年に1回、年に1回、まあ今最近俺海外いるから行けてないけど、それからずっと年に1回集まるし、みんなで、そうだ、そんな仲間なかなかないからさ、
マジで一生の宝物だと思ってるけどね。ほー。なんかさ、さっきのこの、なんだ、あ、伝え、喋りが上手とか、伝えるところが、すごくこう、南部の、ここ何年間はさ、こう、意識してることだったりするじゃん。うん。中学の時の、その、言い合い、あの、中学のめちゃくちゃまだこう、若い。うん。まだ青い時にそういう環境を知って、うんうん、高校では言い方も含めて、うん、あの変えたりしたのか、うんうん、やっぱ高校になって中学生の時は中1中2中3っていうのでそれぞれカテゴリーが分かれてるんだけど、まあ、もちろん上手い子はとあの、飛び級で上上がったりするんだけど高校生になると A チーム B チームみたいな分けられるの、うん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 、だから1年生でも上手いで、A チームの試合出てる選手もいるんだけど俺は、はいはい、1年生はほぼ B チーム で1年ぐらい怪我でできなかったりとかして、うん、試合にも絡めなかったの。おでそうなるとやっぱり必然的になんかこうサッカーの良くも悪くもある風潮でやっぱ試合に出てる人が偉いというかやっぱその人たちのこのな権力みたいなのがあるのどうしても、うんうん、だから B チームで試合出てない人たちが A チームで試合出てる人たちにどんなこと言おうと説得力ないじゃん、うんうん、そうだから、うん、あのまずはその A チームで試合に出るために何をしなきゃいけないのかっていうマインドに変わったから出てなくて怪我してるやつが上のやつあ出てるやつにガミガミ言っても、うん、あんまり聞かないからさ、うん、だからそこでマインドが一つ変わったことは変わったかな。おーってことは A チームの人と一緒にプレーをするってなった時には、うん、基本 A チームのそのやり方とかにこう沿うように動き始めたってこと。まあもちろん自分の個性を出すけど出るために何をしなきゃいけないかってなるじゃん、うん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 、で出て結果残して初めてなんかこう物を言えるじゃないけど。ああなるほど。成果を上げたことがそう大事になってくる。そうそう、それで初めて仲間に認められるし、うん、その監督とかスタッフにも認められるから、うん、っていうのをなんか高校生の時に感じて、うん、俺が今やらなきゃいけないことはこうなんだな、うん、じゃあこうしようっていうのがなんか少しずつだけど、うんうん、取り組むきっかけになったかな。ああ、いやその変化すごい面白いね。っていうかなんか中学高校でそんなこと考えて暮らしてましたか。いや一般のいい角度だなあのねなんか無理じゃないですか。リナさん正直言うとマジで考えてなかったの俺。おーほい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 、何も考えてなくて好き勝手やってたんだけど、うんうん、その怪我した時に全然サッカーできなくてもう道、まあ水木わかるかな、俺結構道外れかけてた時もあったじゃん。うんうん、なんとなくなんとなく、うん、そう、もうサッカーがなかったらちょっとどんなところに行っちゃってたんだろうっていう時があって、うん、その時にその俺の同期のその仲間たちが本当になんか厳しい声をかけてくれたの、うん、そう、なんか本当の仲間ってさ、なんかこうよしよしするだけじゃなくてさ、ちゃんと注意してくれる仲間だと思うんだけど、うん、その彼らが俺のその言動行動に対してちゃんと厳しく伝えてくれて、で最初は俺も反抗したんだけど、なんかある時になんか本当に彼らが言ってることが正しいなと思ってそこで受け入れられたのが17歳ぐらいの頃だ。へーそこら辺なんかもうなんか別の機会でさ、ちゃんとフォーカス当ててそれ聞きたいかも。ああそれは、うん、うん、話せるかもね。そうだね、それ話すと長くなっちゃうから今度そういう話を取り上げようか。いいね、じゃあちょっと別の回で、うん、はい、ぜひ話せるといい、ね、ぜひぜひ。南部のお悩み相談室第2弾第2弾じゃあ今回はせっかくリノがいるということで、うんうん、お題提供はリノにしていただこうと思います。お願いします。わかりました。はい、うまいとおいしいの使い分け方は何ですか。出ました。出ました。使い分けません結論。いや分けるだろうその時に自分の口から発した言葉がうまいか美味しいかなだけで何も考えずに多分発してます僕は。あ、じゃあ南部はそのうまい美味しいを頭、あ、自分自身では使い分けてないっていうのは分かった、うん、もし子供に、うん、子供なのか分かんないけど、うまいと美味しいをどう使い分けたらいいですかって聞かれたらどう答える。あ、うま、うん、もう自分の感情のまま発していいよって言うかも美味しいと思ったら美味しいって言えばいいし、うん、うまって思ったら、うん、うまって言えばいいし、うん、って言うかもな、言うかもな。そ、え、ちなみにリノどう。ああ、うん、俺も聞きたいそれは。いや、まず TPO ですよね
そうだね、そうそうそう。そうだね、なんかナイフとフォーク使う場面とか、うん、先輩とか目上の人とかと食事行ったら、うん、まあまずうまいとは言わないですね。美味しいって。ああ。うん、で、なんかラーメンとかはうまい。うん。なるほど、うん。うまいと美味しいの、はい、なんて言うんだろう。意味合いのレベルは一緒。どっちの方が上とか、どっちの方が下とかはない。私の中で、うまいは勢いで出るので、うん、なんか、うん、脳みそ通過してない感覚があります。あなるほど。ああ、はい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 。で、美味しいは結構噛み締めてる感じがあるんで、口に入れて、何かいろいろ考えて、何がこうどう美味しいかっていうのをこう考えた結果、美味しいかって感じがする。やばい、それすごいよくわかるかも。いやー、めちゃくちゃ言語化するのうまいわ。ありがとうございます。なんかさ、もっと言うとさ、ベロで感じたものがうまい、うんうん、喉通過して胃に入ったら美味しいって感じじゃない？そうそう、そんな感じがしてますね。ね、うん、なるほど。はあ、これは面白いな。じゃあ今回は南部が勉強になったってことで。いや、めちゃくちゃ勉強になりました。安易にうまいと美味しいを発しないようにします。ちゃんと考えます、一回。いいと思います、別に。感情を感じるにはどうすればいいんですか？あ、それが、俺感情感じないんですよ。出ました、南部語録。なんか自分でも不思議なんですけど、俺が逆にその質問を誰かにしたいぐらいで。おうおうおう。なんだろう、例えばじゃあ映画見て涙が出そうになるっていう経験もないし、なんか例えば試合に勝って感情が爆発するぐらい喜ぶこともないし、もちろん嬉しいけど、だからなんかその感情がを感じるためにはどうすればいいですか、リノさん。お、逆質問。逆質問。まあ水木でもいいわ。ご結婚されてるじゃないですか、健三君。はいはい。どうやって、ああ、確かにそういう感じ。好きになりましたよ。好きになったりしましたよね。ああ、そうか、確かにそれはなったっすね。で、喜ばせようって考えたりしましたよね、相手のことを。する。そうじゃん、あんなに愛情たっぷりのお弁当作ったりするじゃん。ね、そうなんだけど、ね、俺が一生懸命自分なりに考えてやったことであんまり喜んでもらえたことはない。え、それって喜んでるのに、健三君が感じられてないだけじゃないですか、うん、もしかしたら。ああ、そうなのかもしれないし、ああ、確かに。うんうんうん、なるほど、まあ、確かにな。なんか、うん、感情出してくれないじゃないですか、今のところ聞いてると。テレビ見ても笑わないし映画見ても泣かないし、だからきっと あのパートナーの方も健三君のことを喜ばせようって思ってした行動がたくさんあると思うし、今もあると思うんですよ。ごめん、逆ね。そう、それはめちゃくちゃ嬉しいこととかある、うん、それを感じ取ってますよね。感じ取らないですか？感じ、時と場合によるかな。でも本当に多分、うん、あんまりその表現、自分のその感情の表現の仕方うまくないなと思う。まあ、感情がないかないって言ったら、まあ、嘘になるかもしれないけど、そのなんかこう、うん、表に出すか出さないかって言ったら多分そんなに出せてないと思う。だから多分健三君は感情を感じられないとか、うん、そういうことじゃなくて、表現するのが苦手なだけで、うん、別に感じてはいると思うんですよね。いや、あ、その通りです。うん、受け取るっていうことはできてるけど、全然できてると。あ、うん、いや、今本当に僕が伝えたいことをそのまま言葉にしてもらいました、うん、ありがとうございます。なるほど、なるほど。そういうことです。感情は感じてるけど、うん、表現するのが苦手っていうのが結論です、うん、あ、俺逆にさ、過剰にリアクションをしすぎるのよ。例えば南部はやってもらってすごい嬉しいんだけど感情を出すのが下手じゃん。うん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 。俺はやってもらったら逆にすごい誇張してパフォーマンスしちゃう。なるほど。だから嘘くさいとかって言われたりとか、本当に喜んでるとかってよく言われる。はい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 。そう。でもこれって多分逆に今の問いでいくと、うんうん、結構感情を深読みしすぎるんだな俺はって、うんうんうん、いうことだと思うんだよね。だってそれって水木さんのサービス精神でやってることじゃないですか。もうそうそう、まさにそう。なんかむしろ喜ばせてもらったけど、その喜ばせてもらったことに対して喜びを表現して喜んでもらおうっていう気持ちが見える気がする、うん、そうそう、それが
結構俺としても感情を感じすぎちゃってるし、うん、その先考えすぎちゃってるなってすごい感じることがあって、うんうん、もう今は慣れちゃったけど、うん、南部の話聞いてたら、わ、それはそれで楽だなってすごい感じた。ああ、なるほど。うん。なあ。そこはなんかすごい反対だなって感じ。ね、真逆ですね。うん、まあでも真逆かもね。確かに話してる感じとか反応の仕方とか感じ方とか結構真逆に近いもんね、うんうん、でもさ、時々なんかキャッキャキャッキャ笑ったりするじゃん。なんかね、それすごい覚えてるね。キャッキャキャッキャ、もちろん小学校時代は、うん、俺をいじめてキャッキャキャッキャ笑ってたんだけど、なんかね、こう最近はこうキャッキャキャッキャ時々するのはすごい面白いなって感じるけどね。ああ、それは良かった。俺の笑顔を引き出してくれてありがとう。怖え、お前にこ、お前にありがとうとか言われたら俺も何されるか分かんねえわ。ということで今日はこの辺で終わりにします。クラル3は毎月、第1第3水曜日にポッドキャストにて配信しています。僕はインスタグラムもやっていますし、クラル3ではツイッターも更新しているので、そちらも拝見していただけたらありがたいです。コメントや感想、またリクエストなどがあればメッセージにて受け付けております。それでは今回も、トークに付き合ってくださりありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。